ちら団長、了解。突撃した我に対して敵は逆襲を開始しました。団長、こちら偵察隊長、敵は逆襲を開始した。この敵の逆襲を阻止するため、H1S の援護のもと、UH1 から対戦車地雷を散布し、応急地雷原を構成することにより、敵の移動を妨害します。確認できますが、これは地雷散布地域の左右の限界を表示しています。緑化火砲および 120mm 迫撃砲が2段山、3段山を、対戦車部隊が3段山および6の台の敵に対し逆襲阻止火力を発揮します。逆襲阻止火力、その発射。逆襲阻止射撃とは、敵の集結地および接近してくる経路上に対して火力を指向して敵の突進を妨害する射撃です。2段山から3段山方向へ敵の逆襲経路に合わせて射撃目標を移動させ、敵の突進を妨害します。